やっぱりちょっとオマージュしてね、いつまでも座っちゃいねえよっていうことなんでございますけどもですね、はい、やっぱり秘密の程度が似合うなんてコメントグッド、ね、ありがとうございます。いろんなコメントいただいております。心の収益になっております、ダンディの。さあ、そんな心の収益をいただいた私の恩返しあるとすれば、この作文本当になるのお任せということなんでございますが、さあ、チップを弾むから勇気を分けてくれないか、これなんですよね。もうやっぱりね、もう描かれていないものを描くっていうのは非常に勇気がいる。もうともすればダンディの独りよがりになってしまう。やっぱそことの兼ね合い、これ調節していかなければなりません。やっぱこう皆さんの勇気ね、視聴を分けていただいていきましょうということで、これやっぱりね、例えばこれでもそうなんですが、グラビアとして成立はしたと思うんですよ。ね、なんでグラビアっていう言葉を使ったかというとですね、例えばヤングジャンプとかのグラビアモデルさんおりますでしょう。そのモデルさん見たときに、まあそのモデルさんのね、人間性知ってるならね、その人の感情とかもいろいろ伝わってくると思うし、心情とかね、うん、思い入れもあると思うんですけど、ファンの人ですからね、それはね。やっぱりでもこれを1年前には、はい、二十歳のちえちゃん、二十歳のさっちゃん、二十歳のひらめちゃんと挙げたところでですね、1年前はですね、やはりですね、胸が大きいだけの女だったと思うんですね。はい、ダンディの欲望が詰まってるじゃねえかとかね、そういうことを思われた。あんなもっとスレンダーの方がいいとかですね、うん、ちょっとムチムチすぎる、ちょっと大きすぎるんじゃねえかとかね、いろんなやっぱ見た目だけの情報で終わっていたものがですよ、視聴してくれてる皆さんのおかげで、ダンディがこの描く新しいイフの中のチエちゃんたちの動き、物語を認めてくれる、視聴してくれてる皆さんが認めてくれたからこそですね、二十歳のチエちゃんたちが動き出していると、二十歳を二十歳にしてくれていると思うんですね。チエちゃんを二十歳にしてくれている方々、チエちゃんの二十歳の動きを認めてくれている方々方がいるからこそ、ちえちゃんは二十歳になっていけているんだと思うわけなんですよね。で、原作でないから嘘なのかっていうさ、うん、ちらほら言ってるんですけど、想像はだって宝ですし、想像は自由ですし、十人十色でいいじゃないですかと思うわけなんですよね。原作は 100% 面白い、うん、原作は100点です。でも僕たちが新たに想像することによって、原作で見えてなかった部分を想像してシェアすることによって、原作は 100% 100点満点面白いんですが、 101% に会いに行けるんではないかということなんでございます。そのためにはですね、二十歳ちえちゃん、そして小学校5年生のちえちゃん、そうですよね、空白の12、3年、小学校6年生であり、中学生であり、20歳になるまでの空白の12、3年を埋める作業こそ求められるんではないかと。そうしないことにはですね、ただ単に20歳にしただけなんですよね。あの日の作文本当にしたかったと言ったところでですね、ただ単に胸がでっけえだけの女でとどめたんでは、これやっぱり寂しい。右手にペンを握っているね、あんまり意味もないしですね、その描かれてなかった空白を恐れてですね、冒険しない、冒険を恐れる医師のチャンネルに価値があるかと思いますんでですね、さあ皆さんの視聴、そして勇気を持ってしてですね、まだ見ぬちえちゃん、そして見れなかったちえちゃんに会いに行こうじゃありませんか。空白のですね、12、3年を埋める作業、これしかないですね。これはやっちゃうんですか、ダンディさん。14歳、やはりこれ最後の学生生活と思ってますからですね、ちえちゃんのですね、高校には行かねえんじゃないかなとダンディ思ってるんですけど、皆さんどんなもんでしょうかね。やはりジャリンコちえイフ中学生、このやっぱりこのダンディチャンネルではね、恐れずに描かなければならないんではないかと思うわけなんですよね。うん、こんな絵じゃ納得しませんね。頑張ります。はい、もうやっぱこれはね、見えないものを描くにはやっぱこう頑張る熱意、情熱しかありません。やっぱこう春樹悦美リスペクトを持ってしてね、うちは日本一忙しい中学生やというのをですね、皆さんとシェアしたいと。でこれもね、やっぱりうん、もうはいこれって出したってね、今の段階ではですね、あ、こんなイメージしてんのねっていうね、やっぱりちょっと太くねえかとかさ、ちょっとだから痩せさせてみたりなんかしてるんですけどね、うん、見た目だけの情報で完結させない、これもやっぱり認めてくれてる方と、描くことでですね、14歳のちえちゃんが動き出していくと信じてやまないわけなんでございます。で、まぁ、ちょっとちらほら想像したところがございます。たかしの伸びしろとかですね。うん、やっぱり、逆に勝るピンチじゃないのかっていうさ、状況日々変わってますからですね。知力も余裕も知力だよ、勝るみたいなこともいろいろ考えとるんでございますが、こんなところもシェアしていけたらなと思っておりますよね。で、中学生にするとやっぱりね、うん。14歳になぜしたかっていうさ、うん、やっぱコケザルも一緒に学校通っていいんじゃないですか。和歌山の子っていうのは難産ですけどね、引っ越してきてたっていうのが原作でもあったようなな、まあこれはちょっと調べてみますけどもですね、まあちょっとひらめちゃんとコケザルの交流あったのかとかね、まあ知ってるとは思いますけどね、一応ね、どうなんでしょうかね。うん、推薦文を書いたことにしてもいいですけどね、別に、まあそんなこともあるし。うん、なんでまあ、
中学生になればやっぱりこれもタブーですよね。それは描いてしまうんですが、ダンディさんやはりこれ恐れず頑張ってですね描いてみたい。でやっぱこのね、2人だけじゃ物足りんっていうものね、まあ、やってること小学生ですから、これも停滞ですからね。見た目中学生っつったって中身小学校5年生やん、やってることがってなったらやっぱり中学生としてのちえちゃんたちの動きっていうのは陰りが見えますから、それはやっぱりね、ちゃんと中学生として動かしてあげたいなと思うわけなんでございます。そんな中でやっぱりこのね、まだ見ぬこのね知力か力か純粋かということで正雄くんを出したというのはこういうことあります。まだ5歳ですけどね、やっぱこの2人だけではちょっとと思うんですが、そんな中で中学生にしていいと、ちょっと中学校のちえちゃんキャラクターとして動いているところ、まあ画像検索とかしてもね、中学校のちえちゃん14歳のちえちゃんっていう画像はちょっと見つけてたりはするんですけど、キャラクターとして動かしている絵師がいないんじゃねえかっていうさ、それやっぱダンディさん挑む価値あるなと思ったわけなんで、ちょっとそこ描かせていただいて、描いていいよと認めてくれる人がいるんならばですね、卒業式がないのはすっきりせんですね。これも恐れずに、やっぱ誰もタブーっていうかね、しかし変化を恐れてはいけないわけですから、これやっぱりね、描いていかないといけないんじゃないかと思うわけなんですよね。でやはりここは1年前からちえちゃんの魅力に見入られて、この熱量冷めやらぬこのダンディ、冷めやらぬうちにですね、ちえちゃんの卒業式見たかった、ちえちゃんの卒業式想像したかったという方とともにですね、いやむしろこのダンディとこの動画に出会ってくれたあなたとで、ちえちゃんの卒業式開いてあげない？やっぱ卒業式ないのはサザエさん軸で寂しいんじゃない？